た。ひっどい通り雨じゃん。くしゃ、困ったな。あれ、ハピー？濡れネズミだね。あ、この布を使いなよ。ほら、突っ立ってたら風邪ひくよ。紅茶でも入れてくるからさ。え、あ、いや、雨の日に紅茶なんて久しぶりな気がするよ。悪くはないね。雨とか関係あるの？ハピはお茶自体そんなしないけど。本を読みたくならない？雨だと。まあ雨じゃなくても読むかも。で、読書してると本に夢中になって紅茶が冷めちゃうからね。入れる意味がないというか。だから雨の日の紅茶が久しぶりなんだよ。あ、ありがとね、紅茶。それから髪とかも拭けたし、めっちゃ意外だったけど。意外って、何が？何って君じゃん。なんか態度違いすぎない？いつもめんどくさそうにしててさ、ハピには近寄りもしないし。そりゃそうでしょう。僕は武闘派じゃないんだよ。いきなり戦いになりでもしたら邪魔になるよ。だから距離を取らないと。戦いって？ハピがため息つくかもって思ってんの。リンもやっぱそういう。あれ、じゃあ結局なんで違うの？違うって何が？君、もう少し言葉を足せないかな。だから、なんでそんな優しくすんの？拭かせてくれたりお茶くれたりさ。ハピが食堂に入ってきた時、他の子なんか目も合わせないでさーって離れてったよ。だからなんだけど、よう儚なんだ君が。ため息をつくかもしれないよね。そんなことになったら大惨事だよ。防ぐためならこの程度なんでもないって。あ、そう。つまり自分のためってわけね。やたら世話を焼くし手際もいいし、思ってた君と違ってびっくりしちゃった。ま、びっくりするのは自由だけどね。僕が君の想像に従う必要もないわけで。もちろん君が僕の危険な予想に従ってため息をつきそうになる必要もないよ。何言ってるかよくわからないけど、変わってるね君。起きた？で、何？誰？あ、あち、あ！け、待って、よけ、うわ！いてて。いった。勘弁してよもう。寝起きに急に声かける普通。ごめんごめん。ちょっと待ちきれなくてさ。待ちきれないって。今夜明けだよ。もしかして徹夜？ああ、うん、ちょっと調べ物に夢中になっちゃってね。それで君のことを思い出してこうして起きるのを待ってたんだ。ふーん。で、ハピに何の用？そうそう、聖ティモテについての興味深い文献を見つけたんだ。いや、君たちのいたあの地下区画はたまにとんでもない掘り出し物があるね。あそこに？というか、ティモテって。そう、君の持つ大紋章だよ。千年近く前に失われたはずの聖人の血脈。一説では実血のラミーヌの紋章と似た力を持っていたとされてるんだけど、どうにもそれだけじゃないみたいなんだ。獣を呼び寄せる力があったらしい。獣を呼び寄せるって、それ、ほら、ここ読める？ああ、少し古い時代だから。聖ティモテは鳥や獣の声を聞き話し、その長き生を共にした。時に鹿にの里の山を駆け、時に狼を呼び寄せて争いから身を守った。その吐息は夜を呼ぶ者が司った星の力を帯び、どこまでも深く、
あれ、すごいね、読めるんだ。そういうことだよ。ハピのふるさとじゃみんなこの字使ってたし。うん、あ、まあそれで君の境遇と照らし合わせて考えてみたんだけれど、君はこの星の力が過剰に引き出されてる状態なんじゃないかな。なぜかは知らないけど、ため息をつく時だけさ。ほう、つまり直せるとかそういうこと？いや、それは期待しないでほしいな。言った通り文献が何もないんだ。他の紋章のことだってちゃんとは分かってない現状で、さらに情報の少ないティモテの力を解き明かせるかって言われるとね。まあそうだよね、別に期待なんかしてないし。この通路も外れか。探求は足に来るね。やれやれ。もう諦めたら？アビスって無駄に広いだけだし、それに今はこんなことに時間使ってる状況じゃないって。こんなこと？分かってないな。僕にとっては戦争の趨勢なんかより君のことの方がはるかに重要だよ。はいはい、紋章学的に重要だよね。君の誤解を招く言い方にもだいぶ慣れてきちゃったよ。まったく。誤解を招くって本音なんだけど、まあいいや。とにかく魔獣を呼び寄せる君の力が血に紋章に込められた一種の魔法術式のようなものだと分かったんだ。任意の対象を呼び寄せる転移の魔法はかなりの研究が進んでる。あとは視覚と距離の問題さえ。またややこしい話？ハピ、感覚派だから分かんないんだけど。今は分からなくてもいいけど、君の力が解明されたらその制御には理論的な把握が不可欠になるよ。分かった分かった、そん時が来たら頑張るし。本当かな。一人じゃ無理かもだから君に教えてもらうことにするよ。ほら、ハピが失敗したら困るから助けてくれるでしょ。え、なんで僕が？仕方ないか。ハンネマン先生に押し付けるのももったいないというか惜しいというか、非常に不本意ではあるけど、適材適所を考えると僕が適任だよね。不本意なの？今日だって元気に地下道参りしてるじゃん。これでもかなりの億劫さを感じてるんだよ。でも君のことの方がはるかに。あ、この話したばっかだよね。とりあえず次はこっちの隠し通路を進んでみようか。ティモテの残したとされる書を見つけないと。さあ行こうよ。はーい。見つかんなくてハピのこと解決しなかったらどうすんだろうね君。ここまで来たら最後まで付き合うよ。一生かかってもね。いや、そんなにかけられても困るし。